山口敏太郎のアトラスラジオの時間がやってまいりました。皆さん元気にしておりますか？ですね、今日はですね、久しぶりに、近道さんに電話がつながっております。ちょっと体調崩して、なかなか僕がベストの状態でなかったんで久々になりますけど、近道さん。はい、近道です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それで今ちょうどある人気 YouTuber と、まあ、アーニーさん、近道さんの企画を進めてますが、はい、ね、実現すると楽しみですね。 ありがとうございます、ね、なんかいい結果が出ることを祈ってます。それから近道さんが先また新しい色のロザリを発売したということなんですが、どうでしょう、何色ですか？紫色のロザリオをタートルカンパニーさんの方で、はい、ご協力いただいて販売受付を今スタートさせていただいております。あ、これで何色目ですか？今現在は7色目なんですけど、はい、ちょっと赤と黄色は廃盤にさせていただいて新しい赤と黄色を出してますので、はい、今現在は7色です。7色。はい、昔出た赤と黄色と今のやつって違うんですか？昔はオーシャンズレッドっていうシリーズの赤があったんですが、それはレッドスターとして変更してます。またゴールドエクスペリエンスっていう黄色のロザリオはゴールドパパインっていう若干オレンジの入った黄色で、2色が新しくなっております。なるほど。これコンプリートするファンとかもいると思うんですけども、はい、何色まで最終的に増えるんですか？一応大体代表的な人間のチャクラっていうカラーをフォローはできておりますので、はい、現在のところ紫がまあ第6チャクラ関連ということで、今のところは紫を持って新しいものはまだ企画はしていないんですが。なるほど。じゃあ、はい、ね、これ紫はぜひとも買わないとね。まあ、ご無理のない範囲内でお買いいただけたらと思います。はい、それでまたあれですか、なんか近道さんの講座というか、はい、徳島での講座なんか第3期ね、3期生っていうのは養成講座の第3期という帝国心霊学園ですね。はい、まだそれほど希望者もちょっと少ないのと、まだ企画のコンセプトっていうのは全く固まっておりませんので、なるほど、固まりしたいということですね。そうですね、波が起こりつつ流れができ次第という可能性はあります。なるほど。それもまたじゃあ今後の動きが課題として、はい、また検討していきたいなとは考えています。わかりました。で、今日霊視してもらうのは、はい、霊視っていうのかな、リーディングしてもらうのは滝沢馬琴が都営小説の中で書いたうつろ舟の番女の関することです。はい、これうつろ舟の番女っていうのは聞いたことありますか？あまり僕自身はそういう伝説には詳しくなかったのですが、はい、少し文献とかを読ませていただいたぐらいです。なるほど。じゃあ
今日はリーディングして、できれば宇都宮のバンジョに時空を超えてタイムトラベル、意識だけタイムトラベルしていただいて、まあ聞いていただくと、インタビュー、直撃インタビューをやってもらいたいと思っております。で、まあズバリ聞きますけど、これは実際にあった話なんですかね？スキャンでは実際にあった話が元に、それが根拠になった言い伝えっていうのは出るんですが、都営小説というのは、馬琴さんが仲間と一緒に作った、なんかね、都市伝説サークルみたいな感じで、当時世の中で起こった不思議な話をいっぱい集めてる本なんですよ。まあちょっと僕が編集して作るようなもんなんですけど、まあそれは他にも変な話がいっぱい載ってるんですけど、大体実話が中心ですかね。これに関して、フレームを周波数が文献から出てるので、あ、そうなんですか。それをたどっていくと行き着くので、でしっかり明確に区分けして情報が入ってくるので、あながち空想とか創作ではないものがありありと出てくるので。当時ね、大体時を同じくしてかな、少し遡ってかな、井原西鶴も「西鶴諸国噺」っていう本を出してるんですよ。それもですね、空飛ぶ UFO みたいな、カゴがね、当時人を乗っけるカゴが空を飛んでいたっていう話が載ってるんですよ。じゃあこの当時こういう江戸の都市伝説ブームみたいなのがあったんですかね。おそらく今の都市伝説ブームがかつての時代背景でも展開されてると思われます。なるほど。それで息子と一緒に書いたんじゃないかっていう説が出て、まあうちのね、前世滝沢馬琴っていう滝沢馬琴の研究家が言ってるんですけど、息子と一緒に都営小説を書いたんじゃないかという説があるんですけど、どうですか？滝沢馬琴さん本人がですか？本人がです。本人が息子さんと一緒に書かれた。そうらしいですね。まあ集団で出してますけど、馬琴さんが出した話は息子がほぼ代筆してるっていう説が、を ややこしいですけど、全然滝沢馬琴が言ってるんですね。その反応は非常にないです。まあ息子は一緒に書いてないと。そのコンセプトで時代を超えて共鳴を投げかけたら引っかかるものがないので、引っかかってこない。これは真逆です。息子さんは登場してないと思います。都営小説の会に息子はあんまり参加してなかったんですか？息子の反応は知られないので、ああ、なるほど。代筆とか、この反応が空間のメモリーに残ってないので、その説は違うんじゃないかなっていうのは感じます。じゃあ息子が都営小説の寄り合いの会に出てたってのは嘘なんですかね？寄り合いの会に出てたっていう角度ですね。ちょっとお待ちください。それは反応します。代筆とかそういうものは反応しないんですが、じゃあ馬琴さん本人が書いた話ですね。本人が書いて息子さんは寄り合いに出てきてるっていうのは反応します。じゃあ当代然の筆反応はちょっと出ないんで、じゃあその話をしてる時に同席はしていたんですね。会には出てるっていうのが知られるんですけど、まあ僕のセンサリング能力の限界もあるので、事実や真実とも限りませんから、僕自身の説も。
まあ一つの説として、はい。はい。まあ書いたのは本人じゃないかと。書いたのは本人。それで、まあ事件は相当騒ぎになったんですか、現地で。空を飛ぶものとか、海の中を現れているものとか、今回はこの事件っていうものを焦点を当てたのは、海の上に浮かんでるうつろ舟に焦点を当てて、スキャン多少させていただいたんですが、これの事件性は、相当というか、まあ、そこそこ騒ぎになってるっていう反応ですね。周辺の村とかがワイのワイそうですね。大中小で言えば中反応が出てくるので、まあ、普通程度に騒ぎにはなってる話ですね。ね、場所がね、今となってははっきりどこに漂着したか、まあおよそここだろうというのは分かるんですけど、はい。銚子市の上側、はい。利根川を挟んで上側で、まあ茨城の南部に、まあかつてはね、うつろ舟を再現した模型があったんですけど、はい。場所は合ってるんですかね。ちょっと確認してみます。はい。北っていう反応は出ますね。北ああ、側っていう。利根川の北側。北か南か真ん中かでちょっと区分けすると、北の反応が非常に強いですね。利根川を挟んできたってことですか？そうですね。利根川の河口よりも北。それで、女性が漂着した、女性が乗り込んでいたのは事実なんですか？これは、事実みたいです。もうそれの女性をちょっとスキャンで抽出できましたので、地球人ではない女性が出てきました。地球人ではない。ない。ということは、うつろ舟は空を飛んできたんですか？これね、海中から大きなうつろ舟からスポンと出て、ちっちゃなものが漂ってこっちに近づいてきてるっていう感じです。海中にも一つでかいうつろ舟がいますね。じゃあ、それが母船というわけですか。そういう反応があります。母船の中から女性が一人乗り込んで、はい。ね、偵察機みたいな感じで、一人偵察というか、まあ、散策散と、策。なんか鉄製の当時の日本の道具を持ち帰ってるので、まるでピクニックみたいな感じですね。ピクニッまあ、ク。サンドイッチ持ってピクニックに行くような感じで、この女性はふわふわ浮いて、当時の文化品か何かを持ち帰ってますから、何を持ち帰ったんですか？鉄製の何かの道具ですね。この女性が、まあ、日本に上陸した時にはい。手に四角い箱みたいなのを持ってたっていうんですけあ、もしもし。ど。もしもし。あ、今ちょっと音声途切れました。上陸した時に女性は手に箱のようなものを持っていたとはい。言われてる、それですか？あ、それは多分、向こうが持ってきてたピクニック用品か何かと思うんですが、逆にこっちから持ち帰ってますので、帰りには、何か気に入ったものを見つけたのかなと。で、喋る言葉が全然通じなかったっていうんですけど、それは本当ですか？基本的に日本のこの漁村の人たちっていうのはテレパシー能力がおそらく期待できないレベルと思いますので、全く喋れなかったっていうのはあり得る、十分にあり得ると思います。
でも宇宙人の人とよく現代人にテレパシーで話しかけたりしますよね。はい。それは古代、江戸時代の人たちがあんまりそういうテレパシーというものに、ね、免疫がなかったからってことですか。もうびっくり仰天して、それどころでなかったんだと思います。少し巫女さんみたいな、神主さんとかお坊さんみたいな方が、修行僧とかがそこにいれば話は別だったと思うんですけど、びっくり仰天でバタバタしてるテレパシーどころじゃないんですよね。それで、当時の漁民としては、これは海外で不倫か何かをしたお姫様だろうと。だから高貴な身の上の人だから、殺すわけにははい。いかんと。それで流されたんだ、海にというふうな解釈をしてますけど、彼らが喋ってることっていうのは、女性には分かってるんですか？逆には、全部読み取られてると思います。じゃあ女性はそれを聞いて面白がってるとか、勘そ違のいしてる。時ですね。少々お待ちください。その時は反応的には非常に面白い、受けたというか、その反応を見て受けてたみたいですね。でも宇宙人であれば地球上の酸素で呼吸ができないはずなんですけど、特にヘルメットも何もかぶってないみたいなんですか。大丈夫だったんですか。宇宙人がヘルメットかぶってるような写真というのは、最近でもね、アメリカのその機密のシャル、あの機密書類の写真とかでもあまりないので、むしろかぶっていない、同じ酸素吸ってる宇宙人とかですね、地球に来るときにそういう調整するんですかね。結構レプタリアンなんかもヘルメットかぶってはいない。もしかぶってたらこういうね、壁画とかあるんですけど、そのままですし、目撃例としてはいろいろな事例を踏むと、宇宙人ヘルメットかぶってないパターンが多いみたいですね。なるほど。なので、この女性もかぶってなくても大丈夫だったんでしょう。それで、役人というか村役人は駆けつけてきたんですか？その時の資料では、役人に通報するのはお金がいるからやめとこうみたいな資料が残ってましたでしょうか。何かそういうニュアンスが。なんか面倒なことになるから海にもう一回流しちゃえっていう。っていう感じだったんですよね。いかにも日本人らしいね、結は論い。ですか。役人にも言わなかったっていう事例という記録では残ってますね。大勢の群衆が集まったといいますか、何人ぐらいリーディングできますか。少々お待ちください。その辺りに20人前後ですね、せめて2020人ぐ人らい。前後ぐらいで打ち合わせして、なかったことにしてもう一度戻したんだと思います。それでね、同じような話がね、日はい。本中のあちこちで残ってるんですよ。はい。これは茨城の事件が元となって枝分かれしはてい。広がっていったのか、それとも同じ女性あるいは同じ宇宙人が面白がってあちこちに出てきたのか、どっちだと思います？どちらでもなく、違う種族の宇宙人が自由気ままにいろいろ出没してるっていう、そちらですね。じゃあ何件か反応はあるんですか、こういう事件に。こういう事件は時代を超え、常にいい宇宙人、悪い宇宙人、人さらい宇宙人、さらって人を食べる宇宙人、もうやりたい放題やられてますよね。ああ、
もう地球人がそこまで文明を築いてなかったから舐められてたって感じじゃないですか。そうですね、誘拐されたり、うん、なのでそれが宇宙人の仕業か妖怪の仕業かも区分けができないんですよね。あとあの船の中に男の生首が乗っていたっていう説もあるんですけど、どうですか？男の 生首が乗っていたと。でその男こそ不倫相手の男じゃないかという説があるんですけど、どう思います？その生首の反応は今確認してもないので、それはガセネタ、それは作ったんじゃないのかなと、うん、あの不倫説を強めるために、ああ、ね、後世にあの伝達の時にね、それはきっと生首ぐらいあるあったじゃろうにって誰かが言って、うん、ああって言って次々それが事実みたいに なった可能性がありますね。不倫説でなければならないっていうストーリーで伝達した場合は、うん、あただ反応はないですね。生首が船の中にあるっていう、なんか練り物を練っていたっていう、うん、練り物を練ったものが置いてたっていうんですか。ジェリー状の食べ物なんでしょうね、おそらく。この宇宙人のポテトサラダみたいな、ああいうのが宇宙人のおやつか食べ物がそういう練り物に見えたのかもしれませんね。なるほど。ただ地球の人類には好意的な、うん、あのこのぷかぷか浮かんでた女性っていうのは、うん、人類の非常に好意的な反応があるので、うん、その人類の首を生首を飼って船に入れてるっていうのは矛盾しますし、反応もありませんし。なるほど。好意的に観察調査探索に来てる感じですね。この事件が元になって、あの金魚姫とか、あの、はい、金色姫とか、はい、なんか蚕の神様、女神様の信仰が始まったっていう説があるんですね。はい、それはどう思いますか？やっぱりそういうものをそういう信仰の対象にするっていうのはあの文化の中にありますので、うん、それはそういう流れになると思います。あの文化的には。じゃあ金色とかあのね金の姫みたいな、そういうものが最初からあったわけじゃなくて、この事件の後そういう信仰が生まれたってことですか？事件の前にも信仰はあの古代からありますし、うん、あのこういうものをきっかけにちょっとあのフィルターとして染まってしまって、よりあのそっちに強く信仰が偏るっていうから、あの染められてしまって、うん、で地域独特の信仰に繋がっていくのかなと。なるほど。それ以前にも信仰はあったはずです。信仰をより強化したっていう感じですか？より個性化した、うん、あの見たものを、うん、であの特徴個性キャラクター化が強くなるということですね。そのエリアにおける、うん、その女性をきっかけとした信仰の特徴がよりあの明確に、よその地域の信仰とは明確になってありがたがられてくるっていう傾向はあると思います。うん、だいたい西暦でいうと何年ぐらいのことですか、この事件は？これ西暦スキャンはちょっとできてなくて、あの文献をもとにスキャンをしてよ引っ張ってきた情報がいくつかあるんですけど、はい、西暦はちょっとスキャンできてないので、この罰金さんの、うん、当時の罰金さんが書かれた時からの、うん、はい、ちょっと待ってくださいね。はい、バキンさんが書かれた頃からの
定かではないんですけど、4年ぐらい前の出来事を拾い上げて書いてるんじゃないでしょうか。じゃあ馬琴が拾った時期から4年ぐらい前に発生したんじゃないですか。4年間をかけて馬琴さんに伝わったような反応はありますが、その辺はちょっと僕もよくわからないです。馬琴は現地に行ってるんですかね、取材に。行ってないです。行ってないですか。はい。伝聞だけ。行った反応はないですね。現地側もわからないと思います。え？はい、正確に伝承で伝わったけど。うん。当時の伝達能力ではここだっていうところに伝達なので行き着かないと思います。現地に行ったつもりでもちょっと何里離れた浜辺から見たとか、直接の現地には行けてない反応です。現場には行ってないと。けど似たような違う浜辺には行ったかもしれませんけど、現地反応が出ないので、試みたかもしれませんし、なかなか難しいと思う。出没地までのそこのたどり着くだけの情報共有文化があるかないかっていう時代ですので、立ち去る時にそのうつろ船の番長はその船に乗り込んで船が空を飛んでどっかに行ったっていう説はあるんですけど、どう思いますか。それはちょっと確認してみます。はい。やっぱりちょっと配慮のある女性の方で、ええ、人前で空を奇跡的なものを見せるのはやっぱり良くないっていうことで、海をまたぷかぷか流れていくっていう姿を見せてますね。なるほど。あんまり刺激するのも、よくないだろうと、このびっくり仰天させることだけを狙っても、なるほど。その辺の配慮はしてくれてますね。これ、事件があった後、まあ当然、地元の奉行さんとかに耳に入るわけですよね。現場の反応は、耳に、入ってない。入ってない反応がありますね。お、入ったらややこしくて、風雪のルフなんとか剤みたいな、逆にこういうことを誰が言ってるんですかっていう、反乱分子かと思われるので、みんな口を閉ざします、から。なるほど。恐ろしいことになりますので、幕藩体制に対する謀反みたいな。なるほど。じゃあ馬琴が都営小説の中でこんなこと言ってるけど、小説としてエンターテインメントとしてだったら、そういう当時馬琴さんの本がバンされないんじゃないかみたいな、あくまでエンターメントエンターメントですよっていう形で、行かれたんじゃないですかね。